ha dicho Billy Slade.世界を熱狂させたあのモンタレーの演奏から25年が経っています。音楽は自分自身を見つめる鍛錬の場だとラビシャンカラさんは言ってます。25年後の今、どんな演奏を聴かせてくれるんでしょうか。 Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.